はい、ゴールドマンゴルフスクールのレッスン動画です。ダウンスイングの時にこうボールの右側で捉える、ね、インパクトの時は絶対右側にいてください、ね、その後スッと立ちますけれども、ダウンでやっぱ頭が左に突っ込んじゃう。これ頭突っ込むと胸が開くんですね。上級者になるとこれ踏み込んで、低く踏み込んで腰が先行して胸がこっちで腰がこう入った、こういう捻転差できるんです。本当に胸をこっち置いとけるんですね。よくこういうふうに、ね、重たい扉を右から左に引くような動きをしましたけど、体開いたら引っ張れませんから、下半身から低く踏み込んでいく、こんな感じですね。当たるまでは1、2、3、こんな感じです。ボールの右側なのは1、2、こういうのね、頭突っ込んじゃってますよね。ここにね、何かテープのものを垂らしててね、頭突っ込まないような感じで練習するのもいいですよね。1、2、ね、ぜひ皆さんビハインドザボールの感覚ね、こう練習してみたら、こうですね。手で引っ張ってますね、下半身で。胸こっち向けたまま。チャンネル登録はこちらまでお願いします。